フユキのながらビューティーエクササイズ、イエーイ。さあ今日はもう買ってよかった、もうこれはぜひ皆さんにも試してほしい、男性陣には伝わらないかもしれませんが、これです。じゃじゃーん、メイクキープミスト。いろいろ出てるみたいなんですけど、私今まで買ったことがなかったんですね。あ、まあその名の通りメイクをした後にこうシュシュシュってやると、まあ、コーティングされてメイクが落ちないというミストなんですけど、私が今手にしているのは高性のものなんですが、先日ドラッグストアでたまたま目に入って、値段も1200円ちょっと、1300円でお釣りが来るぐらいの値段になったので、まあもしうまくいかなくてもそのぐらいの値段ならと思って試してみました。外の気温が31度の中、まあ、そこまでまだ真夏日ではなかったんですけれども、まあまあ暑いですよね。でそんな中、いろいろ実験してきました。まず、朝メイクをして、でこのメイクキープミストを顔にシュシュシュッとして、出かけた先はまずはあの毎月月頭に出演していただいております袋整骨院に行ってまいりました。で整骨院に行ったことがある人、マッサージとか行ったことがある人はお分かりだと思うんですが、うつ伏せに寝てこう顔をこういうものにうずめたりしますよね。逆かな、こうか、まあいいでしょう。でそうすると女性陣には経験があると思うんですが、頬紅からもう眉毛から まつげからこのアイラインから何から全部ここに移っちゃうんですね、くっついちゃうんです。で私一度経験があるんですけど、あまりにも色がつきすぎて人の顔が型が分かるんじゃないかというぐらいつきすぎて、これ自体を一回施術中に交換されたことがあるんです。そのぐらいこうベタってくっつけるのでつきますよね。では効果はいかに、ご覧いただきましょう。伝わるかな、見て、新品のごとく何にもついてないんです。でもう通常ならもう頬紅とか頬紅のピンクから、まあマスカラ、まつげ、眉毛的なものもわかるので顔型がはっきりと見えるんですが、見てください、これカメラからでは全然もう色がわかりませんよね。でしっかりじゃあ私がチェックをしてみますと、こうなるからおでこかな、おでこの部分になるのかな、このあたりにうっすらファンデーションがの色がちょっとついてるかなっていう感じで、頬紅は一切ついてないですね。でよーく見るとラメがキラキラしてる、ラメがこっちに移ってしまってたかなということで、全くラメ以外はほとんど落ちなかったと、約1時間の施術でこの状態です。ですからメイクそのまま全然落ちてなかったんですね。ではそこからメイク直しは1回しました。その後仕事だったんで、メイク直ししたといっても目元のアイメイクだけちょっと、手を加えて、で目元だけこのメイクキープミストをかけまして、いざ電車に乗りました。で私電車に乗ると、前ながらビューティーエクササイズでもお話ししたかもしれないんですけど、マスクをするんですね。なぜなら冷房で鼻をやられて喉が痛くなっちゃうからなんですけど、でしましたよ。約1時間31度ですから割と汗もかいた状態で電車に乗ってマスクをしたんですけど、お見せします。この形っていうことはこういう風にしてたっていうのがお分かりになると思うんですが、内側お見せします。じゃじゃーん、
るかな、もう全くわからないぐらい色移りしてないのが伝われば OK なんですけど、しっかり見るとこうぎゅじじーっと見るとこの上の部分の紐のところにちょっとだけ頬紅の赤いのが映ってるぐらいで、まあ、当然こうなりますからね、そのぐらいはつきますよね。このここだけちょっとついてるかなっていうぐらいで、あとは全然こんな感じ。このメイクキープミストをつける前はもうマスクしたらもうほぼ完全にこっちに化粧が持ってかれてて、現地に着いたら一回ちゃんと化粧直しをしない、特に夏の時期はそうだったんですが、31度、湿度も結構高い中試したんですけど、この結果を得られました。で夜まで、メイク直しは目元だけちょっとしただけで、あとはもう本当にメイク直しせずそのまま1日過ごすことができました。これいつ頃発売になったんだろう、最近なのかな。で使い方としては、10回ほどよく振ってって、上下にこう油分、油が入ってるみたいなんですよね、保湿成分なのかと分離してるので、よく振ってから顔にシュッシュッシュッってやるんですけど、でシュッシュッシュッとスプレーした後は触らずに自然乾燥させてくださいというふうに書いてありましたので、自然乾燥させるにはどうしようと思った時に、化粧が終わったらまずこれを顔にして、ドライヤーかけてる時に顔に当たらないようにドライヤーかけてみようと思ってやりました。で、その今言った効果が得られたんですね。でやっぱりこれから先な、これから先っていうかもうこれ8月の話だからだいぶ暑い中だと思うんですけど、まあ仕事上外とかでイベントもあったりしますし、化粧してから出かけた時にも現場着いたらドロドロに化粧が取れてるなんていうことをまずは防ぎたいと思いますので、これもうこれからの必須アイテムですね。メイクキープミスト、店頭からなくなったらどうしようと思ってもう一個買おうかななんて思ってたりもするところなんですが、コスパがいいと思います。他のは試したことがないのでどのぐらいの効果が、もしかすると他のはもっとあるのかもしれませんが、私はもうこれで十分でね、やっぱり出先でも化粧をちょっと直したいっていう、この目元とか直したい時のために、これこのまま持って歩くんでもいいんですけど、少しこの100円ショップで買った方をこれに入れ替えました。あ、振っちゃったからオイルが上に本当は分離してるんですけどちゃんと混ざっちゃったね。こんな感じ。これで昨日はこの目元だけアイメイク直して目元だけ外でシュッシュッってやった化粧直ししかしてません。で私ついでに言っちゃうとすごいドライアイなのでめちゃくちゃ目薬さすんですけど、目薬さすとやっぱりこの目頭のあたりがすぐ取れちゃうんですね、アイメイク。昨日全然取れなかったですし、今もわかるかな、わかりづらいかな、こんな感じです。本当にいいこのメイクキープミストと思いました。成分もいろいろ見たんですけど、まあ、詳しいことあんまりよくわかんないんですけど、まあ、化粧した後にしますからね、直接肌に触れるわけではないし、肌に触れることを考えてちゃんと成分も考えられていると思いましたので、まあ、気になる方はホームページなど見ていただくと成分が載っていますから見ていただいて、ただちゃんとメイク落としでオフしてくださいねって書いてあります。なので落ちづらいんだと思います。まあそうじゃなきゃね、メイクキープミストにならないわけなんですけど、という、今日はですね、本当買ってよかった、もっと早く知りたかったシリーズの一つになっちゃうんですが、メイクキープミストのご紹介でした。
まとめ買いしよっかな、検討中です。今日はここまで。男性の皆さんにはあんまり響かなかったかもですが、非常にいいです、このメイクキープミスト。ぜひ女子の皆さん試してみてください。今日はここまで。